どうも皆さんこんにちは、刑事チャンネルです。ということでね、RSR って書いてあるライジングサンロックフェスティバルっていう北海道最大級のですね、まあ、フェスがあるんですよ。それのね、今年の T シャツを着てますね。行ったのかって言われると行ってません、ね、お土産です。寂しい寂しい、そんなフェス T の着方あるみたいなね。まあフェスの T シャツなんてでも着て外に出たもんならね、あれ行ったんですかとか言って知らない人からなんかシンパシー感じられても困るから、家で着るしかないよねっていうことで家で着ております。さあ今日のお話はね、そのインターネット上に嘘みたいなものってまあ多いじゃないですか。でこれ大丈夫かなっていう嘘みたいなのがありまして、まあ、それについてのお話をしたいと思います。まあインターネット上の嘘って言ってもフェイクニュースとか明らかに嘘として発信しているものではなくて、なんかこう正しいことを誰かが言い始めてたんだけど、それが一人歩きしちゃって、なんかみんな捉え方がちょっと極端になっていて、それ嘘だよみたいな感じになっちゃってるみたいな、なんか伝わらないけれども話を聞いてっていただければと思いますし、まあ今日のタイトルにもしてると思います。まあ、根性論ですね。まあ精神論の一つとされております。まあ根性論、皆さんにちょっと質問していいですか。皆さんは根性ありますか根性ありますか。いやいいですよ、自分 の, はさいあの判断で結構です。僕は根性ね、ぶっちゃけあんまりない方です結構ない方です、ね。あ、いやまあでもね、ある一面としてはあるかもしれない、ね。いや例えばないなって思うのは、まあ、やり始めたこととかをなんか途中で投げ出してしまったりすることがあるけど、まあ、それは嫌になってやめるっていうよりは違うことやりたくなってやめたりとかって、でもこれも一つ根性なのかなとかちょっと思っちゃったり、まあ、筋トレとか頑張るけれどもなんかいまいち毎日続かなかったりとかねね、いやでもね、そういう点ではなんかその根性ねえなって思える面もあるんだけども、例えばその僕昔まあタバコとか吸ってたんですけれども、まあ、禁煙できました。まあ、禁煙って別に根性じゃないよねと思えばそうかもしれませんけども、でも我慢してる時はね、ただもうただひたすら我慢してたのかね、まあ根性かなと思えば根性だと思いますし、僕昔もっとガリガリだったんです。今よりもガリガリで、でね、太りたいなと思ってお米をいっぱい食べるようにしたんですよ。1日茶碗2杯分多く食べるようにしたんですよ。したらあっという間に10キロ太ったっていう、ね、お腹も苦しくて大変だった、毎日ご飯食べるの。でもね、太りたくてやった。太ってもこの程度なんだけどね、まあ、それはもうあれ根性だったなって一つあるっちゃあるよねとかって思うんだけども、まあ皆さんはいかがでしょうかといったところです。で今根性論ってさ嫌われるじゃないですかね。まあそれ当たり前というか当たり前なんだよねインターネット上でこんな根性論は許せないみたいなものとして取り上げるお話って結構極端なものがやっぱり多くって、例えば暑い炎天下の中水飲んだりとか一切しない状況で根性だけで働き続けろみたいなの、まあ、そんなのはそれは死んじゃうしそれ良くないよねとかっていう話もあるし、まあ、例えばもっと言うと、残業代出なくても、ね、根性だけで仕事やり続けろみたいな、ね、いやいやいや、お金出ないのに働いても意味なくねとか、まあ、もちろんそんな、ね、話にならないんですよね。そんな根性論とか言う前に常識で考えた時に間違ってるよねみたいな話になってくるんですけれども、でこれこういうね、その、まあ、正しいことで根性論っていうものが、まあね、いけないものだと、あんまりいいもんじゃないとされていて、今合理的にやっていく方がいいよねみたいな話になっていってる中で、その根性っていうものがちょっとでも垣間見えた時点でみんななんかそれに対してノーセンキュー押し付けなんかこうしてませんかっていう話なんだよね。その根性、ちょっと根性出せっぽい空気出てる、あもう最悪、ここもうやってらんないみたいになってませんかねって、まあ僕らぐらいの年の人は多分そんな風にはならないと思うんですけど、ネット上のそういう根性イコールノーみたいな空気感に触れ続けてきている若い人たちが、そういう風になってしまったりとかしないかなっていうのをちょっとね、勝手に心配している限りではありますね。なんでかっていうと、まあ、最終的には根性は必要になってくるからなんですよね。最終的には。ね、順番の問題なんで。根性を一番最初に持ってくると、それなんかね、うまくいかないんですよ。最後、一番最後の段階で
勝負の駆け引きになってくるのは根性だったりするんですよね。例えばスポーツでもそうなんだけど、根性でとにかく練習しろって言ったってまあ上手くならないですよ。今松岡修造さんだってあんだけさ頑張れ頑張れって言ってたあの人だって今根性論では上手くならないってあの人だって言ってるよね。そう、スポーツの練習をするにはどうやったら上手くなるかね、上手くなるためには自分には何が必要か、脚力が必要なんであれば足を速くするための筋肉をつけるためのトレーニングと食事をしっかりやってでやった方が絶対いい、合理的だしね、そういうのも何もなしでただ根性だけで毎日走ってますとかっていうそのなんだろうね、わんぱく小僧の延長線上みたいなのじゃあ多分勝てないよとかっていう話にはなってくるんです。でじゃあ全員が合理的なトレーニングをピチッと受けた時に最終的に勝つ人って誰かって言われたら根性あるやつなんだよね。最後は一番最後の部分はなんでかっていうと、だってそのまあみんな同じレベルの質のトレーニングをしてるんであればそれをちょっとでも長く続けた人の勝ちだね。言ってもいやトレーニングのしすぎは良くないからみたいな話になってくると思う。でもちろんやりすぎたら怪我にもなると思うし良くないと思うんだけど、人間ってねやっぱりねその最終的に楽したい生き物なんですよ、ね、だから同じ質のトレーニングやっててもその根性あるやつと根性あんまない人だとその筋トレのやり方とかももう最大限にこう負荷かけてうわってやるのとちょっとなんかちょっとなんか浅くやっちゃったみたいな感じになっちゃうってその違いってやっぱりどうしてもちょっと出てくるんですよね。だってそれがなかったらみんな同じ実力でずっと行くわけじゃないですか。だからどこにその差が出てくるかっていうと、いやまあもちろん才能とかもありますよ。才能とかもありますよね。なんかちょっとやっただけでめっちゃ上手くなるみたいな才能もありますけれども、それでもね、あるすげえごく一部の人たちなんで、じゃ皆さんひょっとしたら天才肌の方中にはいらっしゃるかもしれないんですけど、俺とかはもう全然天才肌どころかみんなよりもすげえ劣った人間なんで、人並みか人並み以上に努力しないとみんなと同じぐらいできないんですよね。まあまあちょっと話それましたけれども。そういうことなんで、最終的に勝たなきゃいけないってなった時に、最後に優劣をつけるのって、最後根性なんですよ。あいつよりも、一回長く筋トレやるみたいな。あ、これ、三浦知良さんもそうだよね。なんかその年齢のことも考えて、みんなよりも一回トレーニングのメニューを一回だけ多くやるみたいなこと確か続けてらっしゃるって結構何年か前のテレビで見ましたけどもね。そこも一つ根性だと思うんですよ。トップアスリートでいる。いやまあ自分アスリートじゃねえしとかって思うかもしれませんけれども、勝負ね、それこそそもそも勝負なんかしないし、勝たなくていいよ俺ってみんな思うかもしれませんけど、最終的にどっかで必ず勝負事は絶対あるんですよ。人生生きてきたら。ね。仕事してたらいつの日か、誰かを出世させないといけないなみたいな瞬間出てくると絶対、ね、そしたらまあ同僚横並びにある中で誰が出てくるのかなっていう話だったりするんですよね。もしくはこれちょっと良くない話ですよね。いやもう今 AI ガンガン来てるからちょっと何人かリストラしなきゃなりませんね、その中で候補を決めてくださいって言われた時に負けられないじゃない、生活もあるしねってなった時にやっぱりね他のやつより抜きんでたいわけですよ。そうなった時に、まあ、根性とかっていうところが一つ、まあ大事になってくる。スラムダンクとかってみんな見たりするのかな。まあ同じです。年の人たちはあれで、若い子たち。スラムダンクとか読まないのかな。桜木花道、バスケ始めて初心者なんだけど、まあ、ね、合宿トレーニングで、なんだ、何千本だっけ？何千本だか、何万本だか。のシュートを打って練習したわけよね。それで上手くなったんだよ。よっしゃーと思ったらライバルのルカワ楓は、俺は200万本打ち続けたシュートだっつって、俺の100倍やってるじゃんみたいな。ね。それも一つ根性なわけですよね。才能っていうのはまあ、一つその努力に、ね、努力っていうものがあって、才能っていうものが出てくるのかなっていうふうにちょっと僕は感じてます。だから、根性って言っちゃうからなんか良くないのかもしれないね。努力？いや、努力って言ってもなんか努力もなんか単語としては嫌われちゃいそうだよね。うん。だからその、俺もそうなんだけど、努力とか根性みたいなのってどっちかっていうとみんなその自信がないじゃない。ああ、自分そんなにないよなって思っちゃう。で、自分ないよなって思うとなんか負のパワーなわけですよね。負のパワーなんだけど、ネット見たら根性なんていらない、努力もいらないって書いてあるから、それなんかほっとするんだよ、それ見た。あ、そうなのかもしれない。自分は間違ってなかった。なんかそればっかり肯定しちゃって、
本当に必要なところで根性が出せなかったら結構辛いよねとか、ちょっと僕は思ってるんですけれどもね。その辺は皆さんは、まあ、どのように、まあもちろん最初にも言いました通り、極端な根性っていうのは、根性論、精神論っていうのはマジでやばいと僕も思いますよ。そのまあインターネットとかでさ、なんかよく聞くじゃない、なんかすげえブラックな劣悪な会社の環境とか、とスポーツとかでこんなね、こんなことやらされたとかさ、ね、でじゃあ合理的なのって僕もねいいなとは思うんですよ。合理的なのね、例えばそのなんか今パソコンとかいろいろあるわけだから、計算とかね、 Excel とか使えばもうガンガン簡単にできちゃう中で、例えば職場に古い考えの根性大好き上司がいたとして、バカ野郎 Excel なんか使ってんじゃねえと、電卓で一つ一つちゃんと確認しながらやれって言われた時に、うわ出た、これ根性論親父だ、これ合理的、全然理にかなってない、 最悪、わやってらんねえわってやっぱり思うわけですよね。思うんだけど、あのこれ合理的を突き詰めるとどうしたら一番いいのかっていう話なんですよ。まあ最終的にはエクセルで打つのがもちろんいいんだけれども、それやるたびにその上司といちいち揉めてたらもっと合理的じゃないんだよ。だからその上司の前では頑張りやすとか言ってその人の言う通りにしておいて、それ以外のところでちょっとこううまいことやるみたいな、なんかその周りに合わせるのが最も合理的っていうのもちょっとあったりするんですね。なんかその合理的に行こう行こうとしすぎて、周りの人たちとすごい軋轢が生まれちゃって、結果合理的じゃないみたいなのとかっていうのも結構やっぱりあったりするんですよそれマジであのすげえいっぱいの人数が集まるような会社になればなるほど、きっとそういう場面を見てきてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。だから、まあ、本当の意味での合理的って作業効率だけじゃなくて、いかに周りの人に溶け込むかとか、うまくそのやりくりするかとかっていうところも一つ入ってくるんじゃないかなっていうふうに僕は感じたりもするんですよね。まあ、最後あともう一つお話しするとしたら、僕もそのあれですね、じゃあそのいや散々なんだ根性は、まあ、最終的にいるぞとか言われて言っておきながら、根性ないんだろとか言って、俺根性ないんだろみたいな話になってくるんだけども、その、まあ、根性を発揮できたなっていうところでは、今この YouTube の動画で僕は2つのチャンネルで毎日必ず1個は動画を出すようにしてるんですよ。これ結構根性の賜物でもあるなとは思うんです。根性の賜物、いやでも合理性と根性をうまく融合させたなって僕は思ってるんですよ。例えばその合理性っていう点では、編集ソフトや機材とか、あとは編集のやり方を勉強して学んだりとか、スピーディーに編集とか撮影がうまくいくような技術や知識を多少は詰め込めるような時間を見てね、努力をしてたりはしますし、それでもやっぱりある日辛くなるんだよね。ああ、もう今日ちょっと疲れすぎて動画撮れねえや、作れねえや、編集できねえや、でも1日1本必ず出さなきゃいけないから、どんなにあがいても1日2本ずつは最低でも動画作らなきゃいけないな、いけないんですよね。だからそこは奮い立たせてやるね。その最後もう合理性をある程度極めた段階で段階で最後に自分を動かすのは、ど根性ガエルなんじゃないかなと。ど根性ガエル誰も分かんないのか、これこのチャンネル見てる人、いや分かるでしょみんなね最終的にはど根性ガエルなんじゃないかなというふうにちょっと思っているんですけれども、皆さんはまあ今この世の中でね、日本でもともと日本精神論とか根性論みたいなのすごい好きな国だなっていうのは確かにあるのかもしれませんけれども、まあ、インターネット上で思いではね、その根性論みたいなのは今もうノーとされているこの世の中の流れの中で、皆さんは合理性と根性バランスよく保っていくっていうことに対してどう思いますかみたいな、なんだこれちょっとよくわかんないんだけど、まあ、そんなような感じの話をしたかったということで、今日はここまでもういきなりズバッと終わるから、ズバッと終わりますから、ね、これあくまでもね僕が考えているだけの話であって、こうした方がうまくいくよって言ってるわけではないです、ね、皆さんには皆さんの成功方法があると思いますから、ただな、みんなどう思ってるかなと思って話題にしてみました。はい、というわけで今日の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次回何かしらのところでお会いしましょう。じゃあね。